冬にアイス作ろう。あえての冬。ウィンター。英語でウィンター。ウィンターですけど。はるかがね、うん、アイスを作りたいと。そうそう。うん、なんかね、こうみんなでこうコーヒーの入れたりしたじゃない、うんうんうん。コーヒー入れたり、たこ焼き焼いたり。うん。うん、そうそう。ああいう感じでこう、うん、みんなで作業しようっていう。で作業がしたかったんだそうそう、アイスが優先というより作業がしたくて、うん、作業がしたくて、うん、アイスさ、うん、作れるじゃない、はい、自分で実はね、お家でも、うん、あれはなんか子供の頃やったなと思って、ちょっとね、またやりたいなと。あ、いいじゃん、うん、冬のアイスってまだ美味しいからね。そうだね、暖かい部屋で食べるアイス、あ、冬限定の味とかも出てくるじゃん、うん、今回はお家で作れる。はい、はい、じゃあ作りましょう。お願いいたします。はい、ということで、はい、はるかが調べたんですよね、作り方も。調べ、これから調べます。これからこれからなんですか。見ながらやります。あ、見ながらね、もちろん、はい、ボールとかも持ってきたので、はい、ありがとうございます。卵、うん、2人分、4人分、4人分、4人分作りましょう、うんうん、じゃあ、うん、じゃあ卵黄お願いしますいきなり、はい、いきなり私卵黄はなんか任せられそうだから任せられそうっていうか自分で自信がないってことじゃないの。そうそう、やったことないわ卵黄は。え、じゃあさ、YouTube で初めてのことやってごらんよ分けてごらんよ、こっちに卵黄入れて。あ、これちょっと使わない方がいいかも。あ、そう、あ、いいのか。あ、すいません。何、何個必要。卵黄、じゃあ2個割ってごらん、分けてごらん。これを普通に出していい。出すか、で、その分け方どうする。卵のこの殻の上でこうするのか、出してもう手でこう。ああ、いや、ちょっと一回じゃあ割ってみるね。うん、黄身が割れないようにしないと。え、あ、あ、そっちでいくのね。うん、で、で、はい、こう、はい、で白身、あ、これ切るんだ。そう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 、いい卵、いい卵ね。これはもう一回やった方がいい。あ、あ、分けられたじゃないおー、おー、あ、これ分けられたの、うん、で、これはこっちに、これをここに入れたらもう今の作業何だったのってなるからあ、できた、ほら、すごい、やってみないと。もう一回やってごらん。近所の近所のおばさんもう一回いいですか。じゃあね、これで自信ついたでしょ。1個成功、成功体験が自信になっていくんだから、はい、ね、はい、怖い怖いでやらないじゃないの。それだったらいつまでたってもできないし自信がつかない、はい、ね、はい、やってみることが大事。失敗してもいいんだから、はい、ね、そう、あ、ここが怖い、いつも。でもさっきできたでしょ、よいしょ、あ、そう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 、こうですか。そう、あ、切れるでしょ。ほら、あ、本当だ、ほらどう、今の気持ちどう。楽しい、楽しいでしょこれが大事なの。これが大事なんですね。失敗したくないからできる人に任せよう。それだったらずっと自分で楽しい気持ちにはなれないでしょそうですね、うん、もうこれは手で取っていいんじゃないこれはこれ、これもいつまでたっても殻で取ろうとしなくていいんじゃないこれでいいですか。はい、はい、出してごらん。はい、ほら、おー、できた、
できたじゃない。取れた取れて余ったのさ、例えばお味噌汁に入れるとか、あ、活用したらいいじゃない。へえ、でこれだけでメレンゲ作ってもいいじゃない。メレンゲ作れるんですか。メレンゲ作れるんだ、白身っていうのは。へえ、お砂糖入れて。何でも知ってるんですね。何でも知ってる、経験者だから なぜなら経験してる。そう、素晴らしい。経験したらそういうことも出てくるから。ほらできたじゃん。できました。じゃあ次は、うん、お砂糖、はい、60g かな。 60g? 60g ちょっと、量はこれしか持ってきてないんだけども、これでできますか。これお砂糖の60とこれのメモリのって一緒なの？それは分かんないです。やりたいって言ってるの誰？これでいけるかなと思って。分かってみたら？でも CC と違うんですよね。なんか前小松さんが言ってた気がする。あ、鹿島が今多分調べてくれてる。ありがとうございます。100よりちょい下ぐらいまで入れるってことですか。おぉ、ちょい下、はい、え、これ 3g が 130g ってわけじゃなくて。あ、そうそう、小さじの時は 3g ですよってことですよ。で、カップで測るんだったら100よりちょい下。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなで作ってるこういうこと結構使うんだね。うん、やっぱ冷たくするからさ、より甘さをさ、冷たいと感じにくくなるじゃん、うんうん、だからさ、実はたっぷりお砂糖入ってんじゃん。そうか、うん、確かに。あ、お砂糖測れました。はい、そしてそして、牛乳、はい、これに入れちゃっていいのか。どうするつもりだったの？分かんない。もうはるかの頭の中でこれ使っちゃダメって思ってて、え、じゃあどうするつもりだったんだろうって聞いて分かんないって言われたら、もう迷宮入り。あんまりシミュレーションしてなかったから。あ、じゃあ君も最初からこれでよかったんだ。そうね。じゃあこれ。うん。潰れちゃった。黄身と、黄身って聞いたら何の歌を思い浮かべる？黄身と、あー、シークレットベースね。黄身と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れないね、うん、あー、私は君と出会ってからいくつものロマン飛行が今出てきた。何出てきました？君が好き。あ、ミスチル？あー、いいね。君が好きね。あー、いいね。鹿島さん、スニセのカナさんの君ってって。あ、いや、めっちゃ君だ君って、君ってうわー、めっちゃ君だ。いろいろ君だ。だって君ってつく歌詞いっぱいあるもん。君がいない夜だって、君と好きな人が100年続きますように。大さじさんそう、歌があんのかと思った大さじ、あ、6か、大さじ6、まあ、これが大さじ1とするってことで、うん、そうすると1 2 3 4 5 GO! GO!
ょっと意識したでしょ、でも5を言うとき。ちょっとね。あ、うん、ちっちゃかったけど、ちょっと言ったもんね。ガオって。ギャオ。みんなやっぱり日本人に刷り込まれてるもんね。あ、5のときはガオ。ギャオ。ジャパンのときはジャパン。全員ちょっとちらつくでしょ。うん。ギンギラギンって言われたらもうさりげなくとか、うん、ギンギラギンって言われたらなかなか出ないけどね。ギンギラギンって言われたらパッて出るのはやっぱさりげなくじゃん。そうだね。え、これは今何をしてるの？生クリーム、はいはい、200ml。え、これ 200ml 入りじゃない？あ、ほんと？じゃあフルで。うん、と思うよ。あ、じゃあ入れてみる？うん、本当に200か。OK。 ほら本当だ、すごい。全部一気に入れるのね、と思う。じゃあこれを小さいボウルに入れて、泡立て器で砂糖のザラザラがなくなり白っぽくなるまで混ぜます。おお。あ、次に牛乳を少しずつ加えて混ぜます。なんでさ、その全部読まないでいく、うん、ちょっと材料のところで材料だけ読んで一気に入れていいって思ったの？うん、ねえ、じゃあレシピ本って何のためにある？やってみようって背中を押されたから。そんな押し方してないのよ。これない？まあいいんじゃないかな。いける？これじゃあ泡立て器で後でちょっと足す。何を？牛乳。いや、ゆるゆるになるでしょ。だって量が違うんだから、ね、そうだね。結構砂糖ザラザラしてる。え、子供の時作ったんだよね。なんかでもあの冷蔵庫にアイスクリーム製造室みたいなのがあって、え、何それ。なんか多分最新型を買ったらついてて、なんか材料をこういうのに入れて冷蔵庫に入れるといつかアイスができる。いつか。はっきりしてくれよ。何時間後とかじゃないの、いつか。いつか。怖っ。っていうのがあって、うん、それで作ってたから、なんかこうあんまり、でも材料は母親がやってくれたかも。そんな冷蔵庫があったんだ。うん、あった。もっとかな。ザラザラなくなった。ザラザラ、うん、ちょっとやってみる。ザラザラなくなるまででしょ。うん、あるじゃん。あるんだ。え、こう空気とか大丈夫？あんまり泡立てすぎないとか。空気に関しては書いてない、うん、いいのかな、じゃあ、うん、白っぽくなるまで混ぜます。もう牛乳とか入れたから全部白い。え、クリームもなんか後半だった。呆れちゃった。あ、確かに黄身と砂糖で混ぜてるイメージある。いや、確かに。あ、確かに確かに確かに。お菓子作りの基本、そうかも。そうだ、確かに確かに。一回ちゃんと読めばよかったね。私、そんな人初めてすぎて、一回全部読んでるもんだと思った。材料だけ見て全部ぶち込んでいいだなんて。いや、ほんと、みんなで作ろうって言ったから、うん、そういう間違いよね。あ、ちょっと違うんじゃないですかみたいな。いや、こっち見てない。なんならこう一番見てる人を頼るに決まってるじゃん。で、分担してもらうんだろうなって
思ったから、うん、その指摘係じゃないのよプロフェッショナルじゃないからアイスクリームの、うん、できるかな誰が言っとんねん塩はどれぐらい3対1ぐらいだから塩ネキだ結構かな塩ネキ結構うん、こんぐらい？うん、これでいってみようか。で混ぜた方がいいんじゃない？あ、そうか。うん。手でいっちゃう？うん。おお。もうこのヒヤッとはならないよね、やっぱ雪女は。雪女じゃねえよ。これにここにこう、うん、これ入れてそして本来ならここでクリームを入れてだからさ、これ卵がさこう分離っていうか、うん、しちゃってんのよ。ちょっと卵感が強いやつになるかもしれないけど、うん、こうやって固まってきたら、うん、ここから返すようにゆっくりと混ぜることを繰り返します。だからあーヘラに、うん、それで混ぜたら固まってくるかも。だいぶ時間かかるぞこれ。うん、疲れたら変わるね。うん、疲れたあ、まだ全然サラサラだ、うんうん。YouTube 史上本当に静かなあれワイワイになるはずだったのこのまま飲む美味しそうですよねミルクセーキね、あ、そうなのじゃない卵と牛乳とだったらミルクセーキ、うん、私もガールスカウトのキャンプで作ったわ。へぇ、それもバーって混ぜて、うん、土に穴掘って、うん、そこに氷と塩を入れて、うん、で黒い袋に一緒に入れたのをバーって入れて、うん、で、多分何時間、何十分何時間後に開けたら固まってるっていう。へぇ、そう、キャンプ料理。じゃあ何時間かかるの？書いてない書いてない。キャンプ料理すごいいろいろ作ったんだけど、うん、ホットサンドみたいな、うん、それをカンガルートーストっていう名前だったんだけど、へー、パンにまあ好きな具材、まあ、ハムとかチーズとか野菜とか挟んでアルミホイルでくるって巻いて、それを牛乳パックに入れるの、うん、で牛乳パックのその飲み口のところから火をつけて、で全部それわーって燃えてったらそのできてるみたいなので、でも火のこの通り方によってすっごい片側だけこう焦げてたりとかもあるんだけど、うまくいったら本当にホットサンドみたいになってるみたいな料理とか、懐かしい、作ったでキャンプで。そういうのやるの？重ね煮っていう、それこそもう元祖無水鍋みたいな。もうキャベツ、トマト、ジャガイモ、まあ、好きな野菜でいいんだけど、うん、でハム、チーズとかをバーって重ねてくの、鍋に、うん、で、パンパンになったら火をつけて、でそれがクタクタになったら出来上がりなんだけど、あ、コンソメだけ入れたかな、うん、もうそれね、なんかシンプルだけどめっちゃ美味しかった。キャンプの定番。定番だった。例えば家でやったとして、次の日、うん、そこにカレー粉とか入れてもいいし、水分量多くしたかったらトマト多めとか、うん、簡単、ほっといていい
料理がやっぱキャンプ多いから、うん、すごいね。なんか町がさ、うん、ゾンビだらけになってなんか生き抜かなきゃいけなくなったら、うん、そういう知恵が役立ちそうだね、うん、でもさ、ゾンビだらけになっても、うん、変わんなくない？そのガスとかは必要だし何でも揃ってんなら、うん、まあ普通に料理はできるよね、うん、そうね、うん、確かにサラサラサイスで聞いたことないサラサラお、お、なんか全然ですよ。全然。原田さんテクニックだ。テクニック。私が固まってるように見せるテクニック。すごいテクニックだね。そんなテクニックはね。まずこうやって回すじゃん。うん、こうやって回して、うん、で逆にこうすると固まってるように見える。本当だ。うん。塩に気。塩に気。腕がやっぱ、しんどいね。あ、よ。あ、鹿島だやってないんだよ。鹿島ネギが。鹿島ネギ。塩マネギ。はい、塩マネギ懐かしい。塩マネギなんすか？歌あったよね。へぇ。塩マネギ。って歌わなかった。知らないです。知らない。小学生が中学生の時歌った。絶対知ってる人いる。塩マネギってどういう意味ですか。生き物。カニ。カニか。塩マネギの歌絶対あるって。初めて聞いた概念です。概念。え、私中学校の時からやったもん。ピーあの笛と太鼓係もいて。うん、ピーピーピードンパーパーパードンピーピードンパーパードンピーピーピーってテンテレ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 結構ラテンっぽい。へぇ、あっ、塩招きのサンバ。へぇ、誰も知らないの。知らない。え、待って待って、一回これ流していい？懐かしい。後でこれ覚えて歌うね。懐かしい。初めて聞いた。思い出した。歌うね。塩招き。顔すすぎる。面白いですね。ハサミを振り振り塩招き、穴からそろりと這い出した塩風がさやさや歌う離れ島。ほら乗っていってる。誰もいないぞ、ピクピクするな、すっと走り出す仲間を集めて踊るサンバ、踊るサンバ。鳥が見てました。鳥が見てたよって。塩招きのカニのサンバを鳥が見てましたって。最後急に 3D になるの。今日は俯瞰からほら乗ってきてさ、ガガガガガガガってなってたじゃん。踊れ、私あるあるかだったのかな。踊れいつまで、チャンチャララン、チャンチャンチャララン、チャンチャンチャララン、チャンチャンチャララン、ピーピーピードンパパパパパドンピーピードンパパドンピーピーピーチャ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 ラチャチャチャラチャチャチャラ。何合わせなきゃいけない。なんか
つけばみんな立ってます、ね、確かにすごい共同作業、うん、確かに共同作業。あ、なんかだいぶ、あ、だいぶでもさっきよりはまだまだ一気に踏んじゃった。でも見逃さないように。見せるな、見せるすごいですね。A 強い、 A 強いかもわかんないけどあの、ま、固まってるように固まってるっぽい、はい、まだなんですいやだいぶ固まってきましたよ。ボールを先に冷やしとくって書いてました。あ、確かに確かに、なるほどね、確かに確かに。あ、塩マネキの影響で確かにってやってた。作ってる人ってこんなに大変なの。本当だ、確かに確かに確かに。でもこんな古典的な作り方してるアイスクリーム屋さんウィーじゃない、うん、そうか。だって今軽く調べたら、うん、混ぜて冷凍庫に入れますっていう人が結構いたもん、うん、これを冷凍庫に入れればできる。いやもうできるよそりゃ。なるほど。なんか周りがね、だいぶ、うん、粉っぽい、固まってる。あとだいぶボールが冷えてる、うん、うん、本当だ。あ、本当だ、なんかもう、凍りついてる。うん、あー、すごいすごいすごい、うん、固まったと思う見えるこっちだ、まだ見せ方なんですね。うまいな。それで見せ方なんですよ美味しそう。でもねえ、うん、今伸びしてましたよ。違います、ね、次回ってきた時に飽きたのかなまさかのあ、お、ぽいぞ。お、え、固まったと思う？固まってる。どっち？固まってる。固まってる。まだです。まやかすな。何回見ても笑っちゃう。君だけしかいなくて、おー、あすなら拍手。そうです、ね、うん、これじゃダメか、うん子供の言い方だね、これじゃダメか。え、でも本当に来てない。来てる来てる、うん、でも本当に来てないからが長いのかも。あ、まだヘラ使う気にならないもんね、うん、気持ちあ、あ、でももう、いけそういけそう。アイスだ、アイス。どうなるどうなる。結果発表、シェイクにしました腕がもうパンパンで、これ以上はもう混ぜられないと判断し、シェイクにしました、はい、でもかなりね、はい、固まってきました、はい、シェイクでも美味しそうじゃんということで、うん、飲んでみましょう、はい、まずははるかさん、あ、いただきます、はい、シェイクとして、うん、美味しい。でも、うん、あのサラサラからこんな肺活量使うぐらい固まったんだっていうのが嬉しい。あんまっやっぱアイス用の甘さなのよアイスが溶けて、うん、あーっていう、あー確
かに、ね、シェイクというよりは、うん、そうね、冷えが足りないわ。そうか、キンキン用の糖分だもんね。うん、うん、そう。でも味はいいと思う、ただこの甘い甘いって思うけど、うん、これを冷凍庫に入れておけばアイスとして一口に対する水の量水うめ、冬アイスでした